オーレル役の花江夏樹です、えー、この度はルルアのアトリエをプレイしていただきましてありがとうございます、えー、この度ですねオーレル君という、えー、王族の血を引いている、えー、ちょっと癖のあるキャラクターを演じさせていただきまして、えー、なんというかですね普段はこうツンツンしてるんですけど、まあ、たまにちょっと出れたりとかあのー。 面白いまあちょっとギャグっぽいシーンがえ結構このオーレルくんあったりして演じる上ではとても楽しく、えー、演じさせていただきましたなんかあのシナリオを読んででいてですねすごい最初はちょっと嫌なやつなのかなとか思いながら、えー、読んでたんですけど蓋を開けてみると非常に可愛らしいキャラクターで、えー、なんていうんですかその「ツンとデレ」のバランスをこうどのぐらい の比率でやったりしようかなとかあの真剣になるときはやっぱかっこよくやらなきゃなとかそういうのを考えながらはい演じさせていただきましたので、えー、オーレルくんが皆様にこう少しでも魅力的に、えー、聞こえていたらいいなと思います、えー、僕もこれまだ収録している段階なのでまだプレイはしていないんですけれども今から非常に、えー、プレイするのを楽しみにしています、えー、皆さんも えー、クリアされたと思いますが、えー、何回もプレイして、えー、ルルアのアトリエを、えー、何度も楽しんでいただければ嬉しいです。ということで以上オーレル役の花江夏希でしたありがとうございました。